そして3番末木浩二が動いていく。6番手から上昇を開始しました3番の末木です。さあここは一気に上がっていって誘導員を下ろしました。3番の末木、4番の伊藤、そして7番千澤、8番佐伯、ライン4社が出切った後ろに1番の中井は下がっている。そして6番の立正成、現在7番手、1列棒状で赤番の周回に入っていきました。さあ末木のラインが主導権を取った。2コーナーからバックストレッチ、このまま先行となっていくんでしょうか。後ろから6番の立が上がっていく、打掌が入った。さあペースが上がった。3番末木、2番手、4番伊藤太一、この後ろは7番千澤、8番佐伯、外から6番の立が上がっていきますが、まだ中段の外でもがいている。残り1周、末木浩二が逃げていく。絶好のバンテージは4番伊藤太一、6番の太刀はいっぱいだ、太刀はいっぱいだ。代わって2番の松田がまくっていく。さあ番手から4番の伊藤が発進した。伊藤先頭に変わった、伊藤先頭に変わった。外には2番の松田雄一、それから7番の千澤大輔。4コーナー回った、先頭は伊藤だ、伊藤太一先頭だ。7番の千澤迫りますが、4番7番の順、4番の伊藤が勝ちました。完全優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ決勝戦なんですが、関選手、気持ちの入ったレースでした。いかがでしたか？そうですね、もういい後輩だったんで、本当に気持ちに応えようと思ってました。もう本当に早めの仕掛けだったんですけども、作戦会議からそういうふうなお話だったんですか？いやもう末木君の持ち味自体が早めからぐいぐい行く感じなんで、まあ、それを生かしながら、あとは勝てるように頑張ろうってことでした。そこを気持ちしっかりと応えて早めに踏んでいきました。いかがですか？そうですね、もう相手も松田君がもう足ためてくる感じだったんで、もう怖くて前に踏んじゃいました。ゴール前はどうでしょう、優勝の手応えは？いやもうハンドル投げ切るまで分からなかったです。まあ、今シリーズ完全優勝となったんですが、3日間振り返っていかがですか？そうですね、一緒に参加しているメンバーがすごい過ごしやすいメンバーだからいい波に乗れました。では最後にお客様に一言お願いいたします。まだまだ全然自分の力じゃ優勝にはほど遠いと思ってるんで、また次来た時も頑張ります。見事優勝いたしました伊藤太一選手でした。おめでとうございます。さあそれでは